今回の応用編は基礎編と中級編の中で説明しきれなかった技、それとこれからいろんな技を覚えるにあたって、そのいろいろな技のつながりといいますか、連携を考慮しながら説明をしていきたいというふうに思います。正面を相手が打ち込んできてから避けると非常にこう小さくなりやすいですから、自分の方から面を誘うようにして乗せていきます。親指を添えるようにして当てを入れながら前に踏み込んでいきます。返して前、この時の手の向きですが、指先が全部下を向いてきます。これはこの向きですと相手が下ろした時に自分の方に全部力がきます。この手を回すことによって相手の力がこちらへ変化していく。でこの手がなくなるとこの手はこっちに動きますから、その手が逃げないように軽く添えておくとそれに合わせて移動することができます。この力の変化というのは、後ろ両手持ちとかの切り下ろしの部分ですね。これも一緒です。こうなってると相手の力をまともに受けますけれども、指先を下に向けることによって力が前に流れていく。それから相手を回そうとするとこういうふうに引っ掛けたくなります。これは力を前に向けながら自分の体が回っていくと相手がついてきます。そういう動きになっていくんですね。振りかぶった時の手は自分の手の額の高さに入るんですね。これは自分の目線がまっすぐ前に見れるようなそういう位置に入っています。最後の押さえ方、これは、手とくるぶしと膝が並んでますけども、相手の方にこう乗らないようにまっすぐ自分の姿勢を下へ沈めていくと締まってきます。そこでとどめの目になります。